出番じゃん。これより一斉フェス開始です。広報宣伝部長中島さんとか出てみるのか。清涼の、そう清涼の話すぎてよく分かんなかった。ちっちゃいのそうだね、真ん中のスーパーの隣。あ、そうそうそう。隣の隣ね。あれなら出る。うん、何あった。ああ、出るね。一発目出るね。6番それでは内ゼロフェススーパーカップ2014ネクストジェネレーションマッチ両チーム選手の紹介です。まずはじめに日本高校サッカー戦です。ゴールキーパー永井敦太背番号1、ディフェンダー高橋宗也背番号2、ディフェンダー北谷文隆背番号13、ディフェンダー柴戸海背番号4、ミッドフィルダー竹澤貴樹背番号5、ミッドフィルダー山田武臣背番号8、ミッドフィルダー石川大地背番号7、ミッドフィルダー成田優吾背番号6、ミッドフィルダー松田天馬背番号10、ミッドフィルダー寺村海背番号9、フォワードの木戸大輝背番号11、控えの選手志村晃背番号17、坂圭介背番号12、中野克也背番号15、渡辺敦彦背番号16、森島司背番号19、山田隆彦背番号14、渡辺慎一郎背番号18、田原智久さん同じく苦しい清水隼人、大学の審判官藤田敦也、以上両審判官で行われます。なお、ボールパーソンは東京都立杉田工業高等学校、清掃学学高等学校の皆様です。フランカペアラは東京都立飛鳥高等学校の皆様です。もう
4枚、4枚、1枚。Thank you.
10年ぐらい前にあの道上の方に中に一度も入ったことない。あんな上の方に見たことない。椅子が綺麗になってる。本当だよね。前は上の選手がいるの。監督
が来てる。そうだよね。かなり来てない。監督だけ選ばれとかないで親善試合だからないそういうおしゃれなのがない。受け止めつかったのかな。そうだね。誰かここに行かないと出せないじゃん。見ましたけど誰かがあそこに行かない限りはそこにできない。誰かオレンジのチケットとかいるってこと。もう一回、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 もう一回
全然なんか、つなぎがないんですよ。普段ねえだろ。わざわざこんなところに行くぐらいですよ。タクシーで行くんだよ。当然
大失敗じゃなかったんだよ。当たったんだよ。当たったの？当たったんだよ。しか分かんないね。あれ、パチ釣ってんのこれ。これダメなの？あれ、パチ釣ってんだな、あっち行けよ。あれ、あそこか。
って。全然違うな。すみません。この前でやる気もくそもだんだん。ガッツもねえし、嫌がって。それで知らないんだけど。もうねえだろうなと言ってるのに。じゃあまた、一緒に取られたやつとしてもう終わったかな。人間ってそんなもんか。ちょっと余裕があるっていうところに。はい、ありがとうございます。
明します。申し訳ございません。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。分かると思うんだね。
ご覧いただきましたのはもう少しお知らせします。藤沢ベストスーパーカップ2000年入場試合